ストリートの商品であったり空間であったり、もう本当に全てが大好きで、もし日本中でトリートのことを知らない人がいるんだったら今すぐにでも教えてあげたい、日々出勤するたびに感じています。Daffodils and peaceful sheep on Clover till the morning songs on Whippoorwill and you'll see the face that I love. Think of the neon sky getting ready to cry. Don't come the rain but it's raining confetti. Then think of things like full of eyes to blue.まあ、お店の前をもう何回か通る機会があったので、そこでトリートのことは知って、でもまさかこう新卒の募集などはしてないだろうなと思っていて、まあ、それにあの自分はブライダル業界には全く興味はなかったので、すごい可愛い店だなと思いつつ、まあ、自分が結婚する時はここがちょっと行ってみたいなと思う程度だったんですけど、である日そういうあの就職活動する中でいろいろな就職のサイトを見ていると、トリートのサイトがリクナビに掲載されていて、そこで何かこうちょっと縁を感じて、私がいつもお店の前通ってるここの会社だと思って、でなんか素敵だし会社説明会も行ってみようかなと思って、会社説明会にもう行った瞬間からもう心は奪われましたね。私が行ったあの会社説明会ではドレスのファッションショーをしてくださっていて、もうそこで本当にまさにこう女性心がくすぐられるってい こう感覚を、あーかわいいっていう感覚にあって、でそれでお話を聞くにつれて、もうトリートの会社自体がそういう女性心をくすぐる世界を提供しているっていうことを知って、あなんて素敵な会社なんだろうと思って、自分が本当に大好きと思える商品をこうお客様にご提案できるっていうのがすごくお仕事ですけどすごく楽しくて、ただでもトリートはどこが違うのかなって考えた時に、やっぱり全部のコーディネートをいかに素敵にできるか、ドレスをこうトリートらしくコーディネートする、私たちはよくこうトリートらしいねとかトリートっぽいねっていう風な言葉をスタッフ同士でも言うんですけど、私はトリートの世界観がすごく好きで、こう言葉には表しにくい部分でもあるんですけど、毎日が飽きが来ないって言いますか、まあ、ドレスも世界のトップブランドの旬のドレスを扱っているので、こう毎回のコレクションで違うドレスが発表されたりとか、私たちもびっくりするような、あ今期のコレクションはこういうのが入ってきたんだっていうようなこうワクワク感。トリートのドレスコーディネーターは私はこう他のこう日本のドレスショップさんのドレスコーディネーターとは一緒だとは思っていなくて、ドレスだけをご提案して、あじゃあこのドレスに決まりましたね、よかったですねって終わるのではなくて、本当にトリートのドレスコーディネーターってやっぱりこう女性としていかに花嫁様がもっと素敵にもっと可愛くなれるかっていうのをすごく考えているスタッフが多くて、例えばなんか私もドレスだけじゃなくて、このドレスだったらこういう髪型したらすっごい可愛いですよとか、今のコレクションではこれがトレンドだからこういう髪型にこのメイクをしたらすごく可愛いですとか、すごい旬なスタイルになりますって言ったようなご提案を私だけではなくて他のスタッフも皆さんしているので、そういうところがもう、ドレスコーディネーターの一番楽しい部分であって、お客様も私たちこうドレスコーディネーターがご提案する内容っていうのを本当にすごい採用してくださったりとか、私たちコーディネーターってメイクさんやこう花屋さんと会う前にお客様とずっと関わるので、まあ
私たちが言ったご提案をお花屋さんにも伝えてこのお花にしましたよとか、西本さんがご提案した通りのお花にしましたよって言ったようなことを言ってくださるのがすごく楽しい部分で、おはようございます、よろしくお願いします。お母様もこの間もありがとうございました。ありがとうございます。私はなんか西本さん第一印象が妖精みたいって思ったんですよ。なんかあのちっちゃくて可愛らしくてパタパタしてて、うん、であのほんと次々に可愛いものをこういう風にしたら可愛いですよとかアクセサリーとか提案してくださったり、もうほんと最後には結婚式でこういう風に歩いたら綺麗です、綺麗に見えますよとかアドバイスしていただいたり、1から10までほんと結婚ウェディングに関することをあのアドバイスしてくださって本当に感謝してます。とにかく優しさがもう笑顔からにじみ出てるところで、なんかリラックスできます。こっちもで楽しく、すごく楽しく試着とかドレスのお財布直しとか手伝っていただいて、なんだろう、なんか接客されててすごく、なんだろう、ハッピーな気持ちになりました。私もあの娘と一緒にこちらへ来るのがとても楽しみで、西本さんは娘を第一にこういつも見ていてくださるのが一番良かったと思います。私は会社説明会に行って、まずトリートの制度の中に MVP っていう、全社の中で一番になれれば MVP でニューヨークのドレス買い付けに同行できますっていうことを会社説明会で知って、もう私何もわからない学生でトリートにまだ入社したいっていうのもまだわからない状態で、トリートに入社するんだったらニューヨークに絶対行くっていうのは自分の中で何かこう直感で感じて、で日々トリートでこう入社してからもずっとその夢は私の頭の中にずっとあって、でそれが1年後にその夢が制作発表の際に自分が MVP に選ばれて、本当に夢かと思いましたけど、そこでニューヨークに実際同行して買い付けにこう自分も参加して、それっていうのは本当に想像を超えるもので、自分が思っている以上にそのドレスのブランドの世界っていうのは本当にワクワクするもので、ニューヨークでは本当にこうトップブランドの雑誌やホームページにも誰もまだ知らない、何も発表されていないものを一番最初に見れるっていう、それはドレスコーディネーターだけではなくて本当に世界中の女の子が憧れる場所だと思うんですね。ああいうランウェイがあってモデルさんが次々に登場して、こうすごいバイヤーたちがそのランウェイを挟んでショーを見ているっていうシーンは、それを私も実際見ることができて、本当にこう周りは日本人の方は誰一人いなくて、その中でこうこのブランドを扱えるのってトリートって本当にすごいなっていう風なものを身にしめて実感できる場所がニューヨーク。そうだ、やっぱり人一倍勉強熱心ですし、お客様の思ってのご提案がたくさんできているので、だからお客様も信頼できるんだと思います。コーディネートも やっぱり可愛いなって思います。お客様の写真とかオフィスで見せてもらうんですけど、この小物をこのヘッドをこんな風に使うんだっていう発見が私にはすごく大きく、たくさんあって、そこはいつも驚かされます。でも応援したくなっちゃう。なんで？可愛いし素直だし、なんかそう頑張っていますから。
この先は、でも、そうですね、なんか女性としていろんな人からこう憧れられるような存在になりたい。それは内面の部分であったり外見のお洋服の部分であったりとかもそうですけど、あとはでもやっぱり一番は自分も絶対トリートのドレスを着て素敵な結婚式を迎えて、やっぱりサエのドレス一番可愛かったねって思っていただけるような、それがでもコーディネーターの一番の夢だと思います。